どうも皆さんこんにちは、マサコーチです。はい、ということでマサペディアドライブ編ということで、前回はドライブといってもまあいろいろなドライブがあるので、まずこの2つに絞って、どんな自分は何のドライブがしたいのか、それをちょっと明確にしようという話で終わりました。ということで今回第2弾、じゃじゃじゃん、マサペディア初心者ですね、ドライブのことということでやっていきます。はい、まずね、前回のおさらいをしていくと、じゃじゃじゃん、そのドライブはつなぐためにやりたいのか、まあ決めるためにやりたいのか、まあ、ラリーに持っていきたいのか、それとも決め球として使いたいのかっていう、この気持ちの面ですね。気持ちというのはすごい大事なので、どちらの気持ちでドライブを練習したいのか打ちたいのか、それをちょっと考えてみてくださいという話でした。となると、じゃじゃじゃん、スピードドライブ、ループドライブの2つに分かれるという話になりました。スピードドライブは決める打ち方、そしてループドライブはまあつなぐドライブっていう分け方でいいでしょうということです。まあもちろん名前の通りスピードというぐらいですから、まあ速いドライブですね。でループドライブというのはまあ山なりの回転をかけたようなまあドライブということでいいでしょう。はい、となるとこの2つの打ち方の違い、これを簡単にまとめてみました。じゃじゃじゃん、はい、ラケットが体の内側を通る、ラケットが体の外側を通る、こういうことですね。これも書いてある通りです。体の内側を通るドライブは、まあ、スピードドライブです。で体の外側を、まあ、ラケットが通る、そういうスイングで打つと、まあ、ループドライブ打ちやすくなる。いいですか。体の中ですよ。体の外、体の中、体の外、いいですね。体ってここですよ。体このここね、ここを中を通るのか、ラケットが、それとも通らないのかですか。体の中を通過していくのか、それとも通過しないのか。これでスピードドライブとループドライブがある程度打ち分けられます。はい。まあ打点は一応まあ一番高いところという感じでいいと思います。はい。あんまりこうライジングすぎてもダメだし、あんま落としすぎちゃうとスピードドライブできなくなっちゃうので、まあ一番高いところだったら、まあ、スピードドライブとループドライブは、まあ、ある程度どっちもできるのかなと思いますので、体の内側を通していくようなスイング、これがスピードドライブで、体の外側、内側に入ってこない外側だけでスイングするのが、まあ、ループドライブということで、練習してみてください。マサコーチのマサペディアでした。バイバイ。